いつも自分の店が暇になるとこの食堂にやってくる。いらっしゃいませ。写真の専門学校行きたいって言ってたでしょ。お金いらないの？私は望んでないんだよ。これはカリンのため。いや怖いって。私もっとかっこいいお姉ちゃんがいいの。ミエ久しぶり。ルーリー元気にしてた？東京の生活はどう？今アイドルうまくいってないんだよね。私お母さんみたいになりたくなかったんだよ。ケンちゃんが卒業したら東京行こうって。なんで？なんで東京行けないの？俺起業することにした。あさみちゃんはどうしたいの？彼といたいの？東京に行きたいの？今人生で一度あるかないかの選択の時ですよね。え、迷ってる？迷ってるよ。あのね、若い時って短いんだよ。どれだけいい人と出会えるかが勝負なわけですよ。みえさん見てると言葉が出なくて。これをみえに渡してほしいと。ここの定食って美味しいよね。特にみえちゃんの揚げるアジフライがね。みえも平凡が嫌だったら努力しなきゃ。山田さんが思ってるほどみえっていい子じゃないですよ。意外とちゃんとややこしいですよ、あの子。大丈夫、私も幸せになる。大丈夫、大丈夫。どうすればいいのかわからない時間って意外と貴重だよ。みえちゃんはどうなるのかな。いらっしゃいませ。